5月20日、松山市清水町3丁目の生きがい交流センター清水で、平成27年度、シニアライフ講座が開かれました。これは、高齢者のための福祉制度や日常に役立つ情報などを高齢者自らに学んで活用してもらおうと、松山市社会福祉協議会が企画したものです。この日は、計8回の講座のうち、1回目の講座が開講され、20名の参加者を対象に松山市の職員らが講師となり、介護保険制度と高齢者の福祉サービスについての講座が開かれました。松山市社会福祉協議会自体が地域の皆様の安心して過ごせる街づくりを目指しているというところもありまして、で生きがい交流センター清水のですね、特色として高齢者の方たちが生き生きと過ごしていただけるというのが目標になってますので、今回の授業は地域に住まれている高齢者の方々がですね、安心して暮らせるように、それにまた必要な情報を専門機関の方に教えていただいて、8回の講座に分けてですね、行っていくという形になっています。今後自分がどういうふうに生きていくのか、どういうふうに亡くなっていくのか、家族に何をどのように残していくのかということも含めて、知っていただく、学習していただくということも必要かなと思っています。であとはそれをぜひ近所の方にもですね、ご家族の方にも伝えいただいて、情報交換の場にもなればいいなというふうに思っています。非常に参考になりました。これからも今日聞いたことをしっかり頭に置いて、自分なりの予定を、今後の予定を立てていきたいと思います。はい、いろいろわからないことが分かりました。ありがとうございました。このシニアライフ講座、1回目の様子は6月1日愛媛 CATV イベントチャンネルで放送される予定です。